そう、今毎日10キロ走ってるせいでかかとがなくなっちゃったの、ここほら。本当だ。これなんか中に水入ってくるようになっちゃって、こう、うん、穴開いて。雨の日をもう一個買ったの。なんとね、8000円ぐらいでした。本当は2万円ぐらいなんだけど、なんかセールにセールを重ねて、なんか 50% 引きからの 20% 引きっていう謎セールをやってて、うん、このデザインはさ、ちょっとさ、あれダサいかもしれないけど、そんなことないでしょ。一緒なの、普通の、うん、ポンプフィーリーのやつとかかととかが、ここに置くなよ。一緒だから、まあ、とりあえず同じ状態で走れると。まあ、ダサいって言ったんだけど、この色めっちゃ気に入ってんだよね。これをちょっとリボンズガンダムしてほしいんだよ。言ってたね。そう、いいね、これちょっとリボンズガンダムっぽいじゃん。え、かける生地これ、わかんないけど、うん、俺のモチベーションを上げたいね、うん、俺今日からこれ雨の日はこれも毎日履くから、うん、雨の日とか、まあ雨の日じゃなくても履くから、失敗しちゃったらうちが履くから。なんでこれ 27.5 だよ、履けないでしょ。せっかくこれリボンズガンダムカラーだから、うん、これリボンズガンダム書いてください。もうここのやっぱリボンズガンダムカラーになってるから、もともと国家キャノン、うん、通常時、うん、でここにリボンズアルマーク書いて。もういいっすか、ちょっとかっこよくしてくるね、うん、はい、なるかな。失敗したらごめんね。いいよ、間違えちゃったら虫にしてぐちゃぐちゃってごまかす。うん、失敗したらもう失敗したらでいいや。いいの、うん、まずちょっと下書きっすか。そう、ちょっと飯買ってくるわ。うん、はい、ただいま。進んでる。お、顔分かってきたわ。何、ね、顔が分かってきた、普通に。お、うまい。通常モードのやつね。うん、あとキャノンとリボンザルマークね。なんてなんて、山田買ってきたよ。ビーファング、ファング、弱い弱いよ。あ、うまそう。僕は救世主となるんだ。あんた何買ったの。同じやつ全部。じゃあご飯食べて待ってていい。うん、一緒に食べようよ。いいよ、お湯入れて大丈夫。うん、どこを見せたらさ、かっこいいなって思うの。変形した瞬間。どうかけないの。リボンズはね、サブシャゲ。おにぎり食べる山田。どこをかけたさ、君が表現できるの。ちょっとこれ、ね、これもうちょっと上か。あんたネギ味噌。こんぐらいだ。頑張ってるから使えよ。なんかさ、見るやつによってさ、この形のリボンズとこの形のリボンズがいるの。それだってデフォルメされてんじゃん。なんかさ、わかんないからいいよ、好きなように書いて。あ、どっちがいい、サバとサバご飯とこっち。あ、これいいね。ビームサーベルでビーファングもある。ご飯食べる。あ、あんたが座ると顔だけない。一回やるか。後ろ向いて食べる。あ、いいじゃん。あとサバとさ、これどっちがいい。じゃあ俺サバ食べます。あんたのはお湯少なめ。あんたお湯たっぷりでしょ。俺はお湯多め。多めって何。基準決まってるじゃん。いただきます。梅きゅうりめっちゃ好きだよね、山田。梅きゅうりめっちゃ好きじゃね。梅ラッコ。あ、梅ラッコ、梅ラッコ。梅きゅうりって別の食べ物だった。、はい、サバですよね。うまい。このイラストをさ、やるかな。この靴をどこに描くっていうの。これ、いやもう全部を使って。俺にはできない。お前ならできる。なんかリボンズっぽくない、でも色合いがもともと。うん。俺最近さ、30回噛むようにしてんだよね。とある人に言われて。うん、山田。5回噛んで飲んでるって言われたから。5回ってよくない。うん。1回5回やっていい。1回5回やるわ。うん、いつもの俺やるね。うん。なんだよ。5回じゃ飲み込めないじゃん。5回じゃん。5回じゃ無理だもん。ここら辺だよ。10回だよ。あんた5回飲み込んでるって言われて、俺マジで5回かなと思った。5回じゃない、それは5回だよ。最近気づいちゃったんだけどさ、蒙古タンメンさ、辛いの入れない方が好きかもしれない。マジで。うん、辛い入れた方がいいじゃん。うん、慣れだと思う、慣れ。うん、うん、うまいね。うまっ。蒙古タンメンってさ、いつから発売してんの。好きだ。うまっ。うめえ。まあ、うまい。幸せ。時間かかるよ、多分食うの。うん、一回切るか。うん、一回切りましょう。いや、誰か俺切る。めちゃめちゃ食ってる。あ、山田が切ってる。なんでだよ。届かない。もう届かない。あ、うん、バイバイ。後で。ポッポー。昨日はご飯を食べて、そのまま寝てしまいました。2日目。見てもいい？え？え？どうですか、うん、真剣だ。邪魔しないでも食いてんね。
いいね。ええちょ見ちゃった見ちゃったごめん見ちゃったもう先に。えリボンズやば見えるリボンズに。すごっ。何これえこれ片足だけちょなんかもう来ちゃったんだけど片足だけで片足しか書いてない。えこれ何これ D ファングこれでこれ飛び道具のやつ D ファングでしょ。えやばかっこよ。でキャノンがこうやって話赤いやつそう、うん、ここマジかっこいいじゃん。センスやばくない。これでサーベルをやってるのね。そうごめんちょっとやあの見ちゃってごめん。じゃもうちょっと待ってるわ、うん、すごいびっくりしたんだけど、うん、天才だねあんた。そうありがとう。言葉振り出ちゃって取られた。ウリガメ取られた。ちょっとキャノンはね4本の腕かっこいいのにさ1本しか見えない腕しかもこれ使い回しじゃん。俺がさっきこれめっちゃかっけーっつったらさ使い回しじゃん。いや違う左右でさ非対称すぎちゃうとあれだから同じデザイン取り入れてるんだよ。いや別にいいよ、はい、左右非対称でちょっとさ鉛筆っぽいんだよね。もっとさ俺ちょっとさこのいろんな色ぐらいしかできないからさ、うん、もっとこの足4本と、うん、あとこっちにレバー特写何ね、レバーこうやってなってるんだよ、こうやってえ、なんかその画像だから見せてよ。解説するとだから解説じゃなくて画像がだから描けないの。まずじゃ画像とかないから別にあんじゃん、ファングあるじゃん、このファングなんか飛んでるやつあんじゃん、ダブローでさ、飛ばすやつあんじゃん、いけよファングとか言ってるやつ、あれのキャノン時に飛ばすやつがあるのよ、でキャノン時に飛ばすやつはこれ、6個で飛ばしたあ、6個飛ばしたそちらに言うかいや、こっちは一緒にしたんだけどなんかすごい、レーザービームみたいなのが出てなんかあんじゃくバイオハザードとかでさこうやってバーってファング飛んでんじゃん、ファング飛んだとして、うん、ニンニクがブロックになっちゃうやつでしょ。そうちょっとそれは全然違うだろう忘れて。そっからこうやってレーザー光線こう何個も出て、うん、このファングファンファンファンってこう3個ぐらいあったらこうやってなんのよ、うん、で腕はもっとさこっちこっちに伸ばして、うん、こっちもいいからもうどうなってもあと塗りがちょっとほら雑なのよ。ちょっとボケてるボケてるね。ちょっと塗りが雑なんだよね、うん、ちょっとさ鉛筆がちょっとさで俺も絵とか描けないからもうちょっと山田に頼るしかないからとりあえず薄いなとか俺頑張って塗るから その間に山田は俺が頑張って塗るからなんで山田ってちゃんと塗れないの。絵とかちょっと自信ないからこれ本当に合ってんのかなってこの画像のこここれなのかなってあまずじゃあ塗りは甘くしてんだ甘くしてっていうより、うん、もうなんかいっかこれでっていうダメだよこれ一生履くんだよ言っとくけど前回その俺がランニングで履いたリーボック3年持ってるからね、うん、10キロ走り出してからは半年だけど、うん、そうかかとがなくなって下から浸水するぐらいまで多分だけど、うん、半年ぐらいは履き続けることになるからもう大事なやつだからもう本当にこんな白のとこあった。あるある見た画像リボンズキャノン黄色あるし黄色部分こいつもないし黄色肩の部分黄色いじゃん。どれこれそこの部分しかなかった。え銀ジェ塗ってんじゃん。黄色はこれでしょ。これでしょ黄色は一緒やん。一緒じゃないで黄色じゃない。暗いじゃんこれどう考えても、うん、ここはさほら塗らないとあこのようになっちゃうんだ。黄色になんないんだ。いいの別にオリジナル足しちゃって別にこのあーこれ黄色だ。いい黄色い部分もやっぱリボンズのその一部みたいなとこあるから、ほら遠くから見た時の絵だからサムネと一緒だよ YouTube の。ほらほらリボンズっぽくなったじゃん。別にほら俺塗っちゃっていいじゃん。ほらキャノンっぽいじゃん。キャノンってやっぱ、うん、まあダサいって言われてるしそもそもだから分からせるためにはやっぱこれぐらいしないとダメだね、うん、もういい塗っちゃってこれオリジナルであんじゃんよくやってるじゃんみんな、うん、ほら全然いいじゃんキャノン。かっこいいじゃんこれ山田と一緒に作ったって。うん、おいいね。あ、ぽくなったよ。うん、もういいよ、こんぐらい返しちゃっていいのよ。山田ってやっぱ絵師じゃん。そういうとこあんのよ。なんかここの色は絶対間違っちゃいけないなみたいな。そうじゃなくて靴としての完成度、はいはいはい、もう全然、まあ、ちょっと意味が違うかもしれないけどデフォルメは全然しちゃっていいから、もうリボンズキャノン、うん、キャノンって分かるようにやってる。そういえばさ、オタクの靴になっちゃった部分見せて。リボーンズアルマークやめて。いやまださここだけだったらいいけどさ、俺よく考えたらこれダサくない名前書くの。ここは消せるよ名前。消せんの。いや消さなくていい。いやそれはもうやめないで作ってもらったから消さなくていい。もうセリフを入れて、弱いよって入れて。黒背景にした方がかっこいいからさ塗ろうよ。どこ、こう帯状にさ、ここ黒ラインでさ黒く塗っちゃうの。ここだけ大丈夫。オタクの板車みたいなんだ。え、じゃあとりあえずネバ特写書こう。ガガも書こう。ガだから画像見せてね。ちょっとじゃあもうちょっと頑張ろうぜ。ちょ山田この腕追加して。ちょ俺画像探してる。
とうとう自分で描いちゃったじゃん。腕がだって細いんだもん。ほらこれとかもさ、別にさ、なんかガガってそう、ガガじゃなくて、ガガじゃなくてガッガって描いた方ね。鉛筆でガッガって描いてる、その線もさ、ほらもう見て、こういうのあるとすんじゃん。そしたらもうさ、堂々と描き切っちゃえばいいんだ、こういうのってさ、こうこうって描いちゃって、こう描いちゃえばいいんだよ、こうやって。太い方がいいじゃん、線はさ。サラサラサラって描いてほしくないんだよ。ここさ、ピクシブじゃないですか。ゲームのガガが良かったんだけど、ちょっと赤くて何かなんだか分かんないから、これでいいや。この紫色の。オリジナルでいいの？そうそう。で、こいつは縦に描くと、その幅的に角が描けないから、こいつがどうやって動くのかなっていうのを予想して描いて。うん、あれね、鉛筆のさ、線、俺さ、嫌だからさ、あれね。見てて。ちゃんとできる？万歳してるガガ描こう。描くの頼むよ。色が違うの？ちょっと見せて。何これ、え、おお、うまいガガだ。なんかさ、色が違うんだよ、100均だから。え、めっちゃかっこいい。え、これめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。合ってんの？え、なんか俺がさっき言ったさ、あのさ、なんつうの、この全体のごつさっていうの。いや、これ全部、これ反省出てんじゃん、普通に。え、肩誇張したよ。これ見て。あー、乾いてないよ、絵の具。分からん。いいよ、完璧だよ。毛が入っちゃった、あの濡れてるとこに。ほら、こんな汚いとこじゃ、チャージマン剣みたいな。じゃあ、乾かします。完成しました？なんか変だな。見せて。え、めっちゃかっこいいよ。ちなみに言うと貸して。最高。超かっけーじゃん。かっこいい。ここめっちゃいいよ、この板オタ。かっこいいからで板オタ。え、これね、右足やばいね。ちょっと問題の左足いい、キャノン。失敗したから俺は嫌なんだ。失敗したの？いいじゃん。キャノン、これ、俺が、キャノンのこれは俺が塗りました。うん、嘘です、山田がほとんどやりました。かっけー、キャノン。ガガいいじゃん。なんかさ、もっとかっこよくするはずだったのにさ、なんか中学生のさ、交換ノートの表紙とかみたいじゃない？なんでキャンパスノートでこれやった。え、かっこいいじゃん。いや、知らないキャラなのにさ、山田さ、ちょっとアニメでちょっとしか見たことないぐらいなのに。大丈夫？ここまで描いてる。なんか靴の雰囲気壊してない？うん、めっちゃ本当に嬉しいんだけど。え、ガチよ。ごめんね、いろいろ文句言っちゃって。それで不機嫌になってるでしょ今。俺が早くしろとかさ、まだまだとかずっと言ってたから。そうでしょ、うん、ね。そうなんじゃん、そうなんじゃん。ブチ切れてるじゃん、ちょっとあんた。さっきマサはうるさいって、私ラフ画も描いてちゃんとやってたんだよってね。あ、こっちは何にも書いてない。それだから何も書いてない。今書いて一発撮り。めっちゃ気に入ったけどね。いいの？え、めっちゃいい、ありがとう。俺ちょっとさ、これ防水スプレーかけてもう10分ぐらい経ったら、ちょ、今からちょっとカラオケ行こうかなと思ってたから、これ履いていくわ。でも履いてみてよ。うん、実際に。うん、なんか褒めてくれたからありかもしれなくない。ガチで履いていい？一回ちょっと。え、でもこれさ、前から見た時さ、ちょっと物足りなくない？ん？え、あのね、それいいんすよ。別に、え、前から見た時もさ、なんか右からなんか来てんの。ね、これ絶対この色じゃないしね。どれ？ガガ？うん。ガガ俺もよくわかんないから多分大丈夫。最初見た時ティエレンタホツーが思ったけど。なんか俺が言ってんのはゲームのガガなのよ。だから赤いのよ。でも仕方ない。うん、人の靴を失敗作みたいに言ってごめんね。悪かったよ。え？なんかこうやって見てると。俺は文句言ってからでしょ。遅い遅い。だからぶち切れたんでしょ。ありだな。これはこれで味があるな。にじんだりしてない？してない。もう大量にかけるわ。かけすぎなぐらいがちょうどいい。あ、一応油性で描いてるから。油性？うん。これは、まあ、雨では基本的には落ちないって感じか。うん、あんまり長くびちょびちょとかになると分かんない。ワンチャン。大丈夫なはず。大丈夫な話？大丈夫なはず。水、全部100均の材料だけど、耐水性と、油性しか買ってないから。あ、やばい、ちょっとかけすぎたかも。ちょっといじっちゃってる？若干濃くはなってるよね、濡れて。うん、大丈夫大丈夫。いいね、こっか、開きます。靴下巻いたんで。あ、いいじゃん、インナーにリボンズいるの。かっこいい。え、めっちゃかっこいいね。え、かっこいいよ。やばいよね、これサブちゃんなのにさ、超対策になっちゃったよ。いいじゃん。めっちゃいいよね。あ、いいな。え、あ、かっこいい。これやばい。やばい。え、ちょっと写真撮って。これ撮りながら写真撮って、これ。あ、上は写っちゃダメでしょ。何笑ってんの。かっこいい、かっこいい。ハゲポーズだ。ちょっと一回じゃあ携帯で撮るよ。横でいいから、写真撮って。うん。何枚か撮るよ。さて。
かっこよ、めっちゃいいじゃん。なんか失敗作みたいな言い方してごめん。よくできた。うん、文句言ってごめんね。ありがとう。文句言うな。え？文句言うな。文句言ってないけど、なんかさ、線が細いだとかここがとかさ、時間が遅いとか言ったじゃん。いや、時間だけだよ、うちが怒ったの。うん、これもう満足です。いいですね。乾いたらちょっとこれ履いてカラオケ行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。いいじゃん。ちょっと、写真撮ってツイッターあげよう。ということで、山田に頼んでみたでした。こんな感じです。こんな感じ。ありがとう。最高。またじゃあ何かあったら頼むわ。うん。え、めっちゃ嬉しいんだけど、普通に。やばいんだけど。練習しとこ。終わりでいい？うん。ありがとう。マジ感謝してる。終わりです。自分したいみんなに早く。大事にしてね。バイバイ。バイバイ。サンキュー。軽っ。ありがとう。